メロディーは音階でできています。そしてそのメロディーをうまく歌うためには音階がうまく歌えればうまくなるというわけですね。ではそのために音階の知識を、得てみましょう。まず大きく分けて2種類あります。1つがメジャースケール長調ですね。もう1つがマイナースケール短調です。では弾いてみましょう。でメジャースケールです。まあ、いわゆるドレミファソラシドですね。それから短調です。マイナースケール。マイナーな響きとよく言いますけれども、ちょっと暗い感じがしますよね。この大きく分けて2種類のスケールが攻略できれば、びっくりするぐらい上手くなります。では、もう少しだけ詳しくスケールについて知識を得てみましょう。最初の1個目の音、子音と言います。その子音から全音全音半音全音全音全音半音といくのが長調の音の積み方になります。半音というのはオクターブを12で割ったこの一個一個の鍵盤の距離が半音です。全音というのはそれを2つ重ねたのが全音です。今度はマイナーを見てみましょう。マイナーは主音の音から全音半音全音全音半音全音全音となります。これは先ほどのメジャースケールの3つ前の音から弾いてあげれば、それがそのままマイナースケールになります。面白いですよね。さてマイナースケールには、さらに分けて3種類あります。1つがナチュラルマイナースケールで、今弾いたと同じもの、 C メジャーの出発点を変えた、メジャーの出発点を変えたスケールです。 C メジャースケールであれば3つ前 A の音、 A マイナースケールがナチュラルマイナースケールとなります。もう一つはハーモニックマイナースケールで、一番最後のラの前の音を半音上げたものがハーモニックマイナーになります。最後に一つマイナースケールがあります。それはメロディックマイナースケールで、さらに最後から2つ目の音も半音を上げてあげたこと、これが、メロディックマイナースケールです。皆さんの好きなポピュラーミュージックはこれらのスケールでほぼカバーできます。これらのスケールを毎日少しずつでも練習すればびっくりするぐらい歌がうまくなります。頑張ってみましょう。